北朝鮮のミサイル発射を受けて安倍総理大臣は韓国のムン大統領と電話で会談しました安倍総理は国連の安全保障理事会が新たな制裁決議を採択した直後のミサイル発射は国際社会に対するあからさまな挑戦で看過できないと強調しましたそれを受けてムン大統領も懸念と憤りに共感すると述べました 両首脳は制裁決議の完全な履行が必要であり、中国やロシアに引き続き働きかけていく方針で一致しました。そしてニューヨークで行われる国連総会などの機会を活用して、日韓、日米韓が今後も緊密に連携する方針を確認しました。